ヨシフ・スターリン・アルバニア労働党のポスター。左から、マルクス、エンゲルス、レーニン、スターリン。スターリニズム、または、スターリン主義は、1924年から1953年まで、ソビエト社会主義共和国連邦の最高指導者を、務めたヨシフ・スターリンの発想と実践の総体で、指導者に対する個人崇拝、軍事力や、 工作活動による暴力的な対外政策、秘密警察の支配を背景とした恐怖政治や大規模な粛清などを特徴とする全体主義を指す。また、それに通じる思想、体制である。スターリン自身はマルクス・レーニン主義と呼んだ。スターリンはレーニンの最も忠実な首都を自称し、その支配イデオロギーをマルクス・レーニン主義と命名し定式化した。また、 霊人誌を彼を霊人美容や霊人像などによって深刻化することで自らの個人崇拝も推進した。スターリニズムという用語をスターリンやソ連の政権及びコミンテルン系譜の世界各国の共産党が自称したことはない。トロツキー及びトロツキズムの支持者によって初めて規定された故障、用語及び概念であり、後にはローザルクセンブルクの支持者も使用した。 スターリニズムの用語は、ヒスターリン主義の共産主義者にとっては、官僚主義、先制的な自称社会主義国家の崇拝者、独善的なセクト主義、個人崇拝、社会主義革命を実質的に放棄した日寄り見主義、世界革命を放棄した一国主義などを指す、別種語である。これらの批判は後に、トローツキズム運動、とりわけ、 スターリン守護のスターリン批判の後のコミンテルン系府の共産党運動の外におけるニューレフト運動の新たな広がりを作り出し、日本においては反スターリン主義という傾向をも生み出した。スターリニズムは、その広まった意味では、スターリン時代のソ連という国家で全体主義の形態を持ち秘密警察や、プロパガンダや特に政治的抑圧の悲惨な戦術などによって特徴を付けられる。 ブリタニカ百科事典によると、スターリニズムは、テロと全体主義の支配による統治を特徴とする。スターリニズムの最大の特徴は、スターリン自身が提唱した、世界革命を経なくても一国による、社会主義建設が可能であるという定勢だろう。レーニン、トロツキーをはじめロシア革命期のボルシェビキの指導部は、一致した見解であり、大前提として、一国による革命と、 国際革命、世界革命の結合をなくして、資本家の搾取を廃絶する、社会主義体制の建設と確立は、不可能であるを共通の認識にしていた。それは、第一インターナショナル以来のマルクス主義の処方の原則であった、と言える。ロシア革命を成就させ、反革命干渉戦争に勝利した、ソビエト政権だったが、例人。 トローツキーらが展望したヨーロッパ革命はドイツをはじめ、すべての国で敗北してしまう。また、ソビエート国内においても干渉戦争と反革命勢力との内戦によって、多くの人命が失われ、国土が荒廃した結果、民衆の革命への熱意は低下する。1924年のレーニンの死去に伴って当時ソ連邦共産党書記長に就任したスターリンは、 疲弊したロシア民衆と共産党内の意識を背景に世界革命がなくとも社会主義は建設できると打ち出し、その権力を利用して、レーニン記念入党運動と称して出世志向のものを大量に党員に採用することで、党内で多数派を形成し、トロツキーら革命児のボルシェビキ指導部を追放する。 党員の大量採用による多数派形成はボルシェビキロシア共産党にとっても意識的な共産主義者の党だったあり方からの極端な転換である。また、スターリンはソ連邦共産党の権威を背景にコミンテルンにも君臨し各国の共産党の左派的な部分をトローツキストとして追放する。以後、コミンテルンは世界革命路線を 実質放棄したソ連邦防衛のための道具とされ、各国革命運動の利益よりもソ連邦の利益が世界各国の共産党にとって優先された。1934年にソ連共産党党政治局員キーロフが何者かに暗殺される。スターリンはこの事件をトロツキー一派の仕業と決めつけ、社会主義の建設が進めば進むほど、 帝国主義に援助された内部の敵の反抗も激烈になるという定勢をもって1936年に本格的に大粛清を開始する。スターリンは自らに反対する者、あるいは抹殺してしまいたい者に対してトローツキストというレッテルを多用した。ここで言うトローツキストとはソ連邦の破壊を目論むトローツキーを動目とする。 反革命分子で帝国主義の手先の群れあるいはファシストの第五列などと定義されたが実際は粛清された多くのものはトロツキーあるいはトロツキーの指導する左翼反対派の組織とは無関係であったこのレッテルとしてのトロツキストという用語はスパイ挑発者あるいは左翼を装った反革命を意味するものとして世界各国の共産党によって 第二次大戦後も長らく使用されることになる。大粛清は共産党内からソビエト赤軍、ソ連邦に亡命していた各国の共産党、コミンテルン活動家、そしてソビエト社会全般へと及び、その犠牲者は最大約700万人に上るとも推定される。マルクス主義に民族主義あるいはナショナリズムの概念を持ち込んだのもスターリンの功績と言える。 トロツキーをはじめ、革命期のボルシェビキ指導部の多くがユダヤ人であったが、スターリンは反ユダヤ的宣伝で彼ら性敵の追放を口実にできた。また、一国社会主義建設論自体も民族主義的に鼓舞した側面もある。スターリンがその民族主義を最も鼓舞したのはナチスドイツによるソ連邦侵攻の時期であろう。スターリンはその反撃戦を 大祖国戦争と名付け、ロシア民族の命運をかけた決戦として、過去のロシア歴史における英雄、神話を宣伝し、国民、兵士の士気の公用に利用した。また、ソ連軍の苦戦の中、それまで聖職者、修道士、修道女、一般神徒多数の殺害や、大半の聖堂の物理的破壊などを伴う弾圧を、正教会に加えていた姿勢を一転させ、 ロシア政教を利用することで、ロシアアイデンティティを極限まで先導した。この時期の各国の共産党の半数軸、レジスタンス戦争は、フランス共産党やギリシャ共産党、中国共産党などに代表されるように、民族主義、愛国主義の色彩を濃くしていた。スターリンは1943年には、反ファッショ戦争において、コミンテルンを解散させ、 コミンテルン系府の共産党のスターリニズムの特徴として、プロレタリア国際主義よりも民族主義を強調する考量、方針が挙げられる。1930年代にスターリニズムに基づいて成立した一国型社会主義を指して、ソ連型社会主義とも呼ばれるこれらの国家が実現したものを社会主義と呼ぶべきかどうかについて長い間、非スターリニズムの党派、活動家の間では、 議論が戦わされた。ソ連邦及びスターリン、ソ連共産党、コミンテルン系譜の共産党を支持しない、社会主義者からは、社会主義の語から区別するために、官僚的に歪められ、堕落した労働者国家、官僚的集散国家、国家資本主義、赤色帝国主義、スターリニスト官僚国家などと規定された。なお、ローザ主義者及びアナキストは、レーニン時代のボリシェビキ、 あるいはトロツキズムもスターリニズムのルーツとして批判し、同質の強権的な国家共産主義として批判している。1991年のソ連崩壊以降、世界各国の共産党は透明の変更及び社会民主主義への転向を大勢とし、影響力の低下は否めない。それとともに残存共産党のスターリニズムの体質の弱まりも指摘される。カール・ウィット・フォーン・ゲルは、 アジア諸国の制度の研究から東洋的先制主義の概念を作り、これを適用してスターリニズムを説明しようとした。実際、西側諸国では地理的にも政治的にも民族的にも旧ソ連はヨーロッパとは異質の存在とされユーラシアや北アジアと扱われた。また、孫文の大アジア主義はソ連をアジアの国としている。スターリンは ソビエト政権が戦時共産主義による干渉戦争と内戦での勝利とともに開始させた新経済政策から転換。1928年にゴエルロプランを巨大化させた第一次五か年計画を開始する。それは西側陣営にハイペースで追いつこうとする産業化政策であり、軍事力を高めることを目標とし、また産業化を後方で支援するための農業の集団化を セットとした。そこでは、労働者への極端なノルマを課した、成果主義と不能の絶滅が叫ばれた。発電所やダム建設などの巨大プロジェクトによって、労働者は動員され、強制収容所から、囚人が無報酬で働き、農作物は強制的に挑発され、広範な気が地帯と大量の犠牲者を生み出すことになる。これらの政策により、ソ連の国力は、 第二次世界大戦前までにはヨーロッパを越えアメリカに次ぐ超大国の地位を得た。現在では重工業重視による生産力市場主義に基づく社会主義経済建設の展望もスターリニズムの系譜を引いている思考及び思考ということもできる。以下のようなスターリン及びソ連邦共産党コミンテルン系譜の各国共産党の実践形態。 実践結果を総称して、ヒスターリニズム左翼は、スターリニズムと定義している。スターリンの指導下のコミンテルンの系譜に属する共産党は、スターリニズム政党であるか、すべてがそうであった時期を経験している。特に、フランス共産党は、スターリニズムの影響を最も強く受けており、モスクワの長寿、モスクワの長女と呼ばれていた。第二次世界大戦後、 世界の3分の1の領域を支配した社会主義国家軍の大多数は、スターリンと対立した、死闘主義のユーゴスラビアを除いて、ソ連型社会主義国家であり、スターリニズムに支配された国家だったと言える。インスイクロープディア・ブリタニカ・スターリニズム。ありがとうございます。